皆様こんにちは広島大学言語学分野の上野孝文です今から広島大学文学部言語学分野の紹介をさせていただきますここでは言語学はどのような学問であるのか次に広島大学言語学研究室はどのようなところなのかそしてどのような人が言語学に向いているのかという三点に についいいててお話していこうと思いますまず言語学とはどういう学問であるのかということですが一言で言言でえば言語学は科学であるということとになります科学というのはある一定の原理法則を見つけ出す学問ですが言語学は他の文学部の分野とは少し違って言語に見られる一定の原理法則を見つけ出す科学的学問であると言えます。 言語学と似ている分野として文学や語学というものがありますが言語学はこれらの分野とかなり異なります文学は皆さんご存知の通り言語によって表現された詩小説儀曲などの文学作品を研究する学問です言語学はこのような個人の言語を研究する分野ではありませんまた語学というのは 言語学と混同されやすいのですがある外国語の運用能力を高める分野であって決して一定の原理や法則を見つけるものではありませんこのような文学や語学と違って言語学は研究対象を特定の言語に限定せず人類の言語一般に潜む諸性質法則などの発見を目的とするものであるといえますこれを一般言語学と言います また言語学の目的は世界ににあるる言語に存在する共通性、これを普遍性とも言いますがこれがどのようなものであるかを記述することにあるとも言えます。えー、つまり言語学とは音形態、統合の体系の原理法則を見つけ出す学問であるという意味において科学研究の一つでであるとということができます、えー。それではいつから言語学は科学になったのでしょうか。えー、それは、 あまり古い時代ではなく18世紀後半から始まる歴史言語学がその始まりであると一般的に言われますそれまでも古くから人間言語に関する関心はありましたが18世紀後半にウィリアム・ジョーンズという人が古代インドの言葉であるサンスクリットとヨーロッパ言語に規則的な音の対応があるとの指摘を行ったことから歴史言語学が始まりますこのような規則の発見は 一種の科学ということになりますのでこの歴史言語学の始まりによって言語学が科学となったと言えるでしょうこの古代インドの言葉とヨーロッパ言語はインドヨーロッパ語族というグループで現在では知られていますが地図で色のついたところが現在のその語族が話されている地域となりますここでは 歴史言語学の成果の中で有名なグリムの法則というものを紹介してみますえグリムというのはあのグリムドアを編集したグリム兄弟のお兄さんですえグリムの法則というのは古いインドヨーロッパ語これをインドヨーロッパ祖語と言いますがこのインドヨーロッパ祖語から英語やドイツ語などのゲルマン語に変わるときに起こった音韻変化のことです 例えばインドヨーロッパ総語に近いサンスクリットの「パード」というはじめの「P」の音はゲルマン語であるゴート語古英語現代英語ではそれぞれ「フォーツ」「フォーツ」「フット」のように規則的に F 音となっています。またサンスクリットの「ドゥ・ヴァ」のはじめの「D」の音はゴート語古英語現代英語では「トゥ・バイ・トゥ・ワー・トゥ」 のように T 音に変化していますこのような古いインドヨーロッパ語がゲルマン語に移るときに起こった音の変化に規則性があるとしたものをグリムの法則と言います言語学の研究史的には歴史言語学に続く形で構造主義言語学というものが始まります構造主義言語学は言語がバラバラな成分の寄せ集めではなく 一定の構造体系を持つものであるという想定のもとにその構造と機能を研究しようとする言語学ですこの構造主義言語学は20世紀初頭に近代言語学の父と言われているスイスのフェルディナンズソシュから始まるものですここではソシュールの一般言語学講義の中から通じ言語学と共字言語学ラングとパロール そししててシシニニフフィィエととととアンいいいいうことについてお話したいと思いますソシュールは言語研究にはある言語の一定時期における姿構造を体系的に研究する共事体と時間の流れに沿って変化していく言語の所相を研究しようとする通事体という側面がありソシュールの時代に流行していた通事言語学いわゆる歴史言語学よりも このの言語学の重要性を主張しています例えば日本語の動詞「買う」を例にとりますと平安時代の修士形「カフが現代語で「買う」に変化し官僚形「花ひたり」が「勝った」と変化するような縦の関係を扱うのが通字言語学であり平安時代を横に切り取って修士形「カフと官僚形「花ひたり」 ととといいうう体系を、えー、研究するのが教言語学ということになります次にソシュールは人間の言葉の相対をランガージュ言語活動と呼びランガージュには個人的な言語の運用であるパロールと社会に共有される言語上の約束事であるラングという側面があるということを指摘しています。そして言語学は 個人的言語運用であるパロールではなく社会に共有される約束事であるラングを研究するものであると言っていますそしてこのラングは記号シーネの体系であるとして記号はシニフェとシニフィアンというものから成り立つとしていますシニフェというのは言葉の概念を表しシニフィアンというのは音の連鎖を表します 言語はこのシニフェとシニフィアンが恣意的に結びついた C ネ記号であるというのがソシュールの考え方です例えばキという概念がラテン語ではアールポーという音と結合して一つの記号を形成しているということになります、えー、構造主義言語学に続いて言語学の主流となるのが生成文法と呼ばれる理論言語学です 生成文法は文法の構造という本を出版したノーム・チョムスキーの基本的な言語に対する考え方は幼児期に触れる言語が何語であるにもかかわらず驚くほどの短期間に子どもは言語獲得に成功しますがこれは言語の初期状態である普遍文法を生まれながらにして持って生まれるためであると考えます。 このような子どもの言語獲得の仕組みは人間が言語機能 Language Faculty という認知機能を生まれながらにして持って生まれ幼少期にある言語 L の経験にさらされることによりその言語の文法グラマーを習得するというものです。そして個別言語には和者の脳ブレインに内在する言語機能である言語能力コンピテンスと n c e と、 この言語能力を利用した言語仕様である言語運用パフォーマンスという側面があり言語学研究は言語能力、コンンピテンスを研究することとであると位置づけています。えここではあ生成文法の全てをお話しすることはできませんがよくその特徴が現れると思われる簡単な樹形図 TreeDiagram、えー、というものを作っていくことによって生成文法の一端に触れてみましょう。 えー、生成文法で特に重要視しているのは階層を成している文の統合構造でありこれは2つの項、まあ、簡単に言いますと形態が、えー、併合マージとといいうう操作で作ででられるというものです、えー、ここでは「The Children will ride a donkey」という英語の文がどのように作られているかについて見ていきたいと思います。えー、まず、えー、文の構造は下から積み上げていくような形で作られます。 the children will ride a donkey という文では a donkey という目的語の部分が併合して dp 決定式というフレーズ句を作りますこの1に動詞 ride が併合して vp 動詞句が形成されます次に助動詞 will が併合しますこの時に T バーという区の中間に位置する場所が必要となりますこのことについては時間の都合上説明を省略しますそして最後に主語・ダ・チルデンが併合して一番上が TP 次性句が来ることになりますこのように文の構造が階層的になっていると考えるのが生成文法の特徴であり この階層のどの位置にどのような要素が来るかということが大切なことになります。次に、広島大学言語学研究室について紹介したいと思います。これまでお話しした言語学の研究室の内容の中で、広島大学言語学分野では、一般言語学、歴史言語学、 理論言語学個別言語学に関してスライドにありますような科目を解説しておりますこのような科目を2年生前期から順番に配置し入門から外説そして演習研究法と学んでいくことになります言語学分野ではこのような通常の授業のほかに他の大学の先生をお呼びして 年に一度集中講義を行っています過去の集中講義を行っていただいた先生と講義内容のいくつかをスライドでお見せしております世界に多くある言語やさまざまな言語研究方法をこのように外部の先生方に集中講義の形で授業として開講しておりますこのような言語学分野の 一年間の年間行事はスライドのようになっております。この中で、7月の卒業論文題目発表会と、10月の中間発表会を通して、4年生の時に学部の集大成である卒業論文を完成させていくことになっております。このような学部卒業に必須の卒業論文に関しては、 言語学分野は射程が広いため様々な言語や研究スタイルの論文が毎年提出されますここでは言語ごとにこれまで提出された卒業論文の一部をスライドでお見せいたします、えー、丸1は日本語英語ドイツ語フランス語といった比較的メジャーな言語の卒業論文の題目です 丸には近年増加傾向にある韓国語そして広島大学言語学の伝統としてイタリア語そしてそれ以外の言語の卒業論文の題目となっています。まず何よりも言葉に関心があるということです。 しかしこれは必ずしも語学能力に秀でる必要はありません。言語というものに関心があることが大切です。次に言葉といっても言語の仕組みや文法に興味がある人が向いていると言えます。また各個別言語の成り立ちに興味のある人も向いています。そして幼児の言語獲得に興味がある人もそうです。そして最後に これからの学問に関心のある人も言語学に向いていると言えますここまでお話ししたように人類の歴史の中では言語学は新しい分野であるからですある意味これからの学問であると言えるかもしれません